ちごとブルーチーズの白和え4人分。材料、いちご8個、ブルーチーズ 40g、 木綿豆腐1/2丁 170g、 くるみ粉大さじ3、砂糖小さじ1、塩小さじ1/2、薄口醤油適量、オリーブオイル適宜、芽ネギ適量。木綿豆腐1/2丁を電子レンジ600ワットで約1分温める。温めた木綿豆腐をザルに入れ、その上にバットなどを乗せる。さらにジャムの瓶などの重しを乗せる。20分ほど置いて水切りをする。水切りした木綿豆腐をフードプロセッサーに入れ、くるみ粉大さじ3、砂糖小さじ1を加える。塩小さじ1/2、滑らかになるまで攪拌する。味見をし、必要なら薄口醤油で味を整える。いちごはヘタを取って縦に4等分に切る。チーズは食べやすい大きさにほぐして加える。白和え衣を加える。すべての材料をさっくりと混ぜ合わせる。器に盛る。芽ネギはさっと洗って水気を取り、両端を切る。芽ネギを添える。好みでエクストラバージンオリーブオイルをかける。